なんか体が重たい。弟よ、しおりん先輩の画像くれ。休みの日の朝からいきなり一人暮らしの弟の部屋に入ってくるなよ。っていうか先輩の画像、いつでも画像を見てエアマフマフを堪能したい。そもそも俺先輩の画像持ってないし。まあ確かに。見せ合いしますか。俺も欲しいっちゃ欲しいけど。しば、そう、し篠崎さんから。燃えるように先輩の画像をください。夢、私今寝ちゃってますか。とりあえずを。俺のスマホってもうすでに既読になってる。お姉さんが何で。返信来た。本当にいらないんですか。欲しいって言われたらあげないといけませんよね。これを篠崎さんに。なんだか急にものすごく恥ずかしくなってきたんですが。それこそ恋人でもない限りありえないじゃないですか。先輩すみません。欲しいって言われる。忙しいのであって。よかったような、もどかしいような、複雑な気持ち。迷惑かけた分先輩にちゃんと謝れよ。はい、わかった。篠崎さんのお姉さんか。先ほどはすまなかった。お詫びに。寝てる弟。伸びる弟。篠崎さんの画像が好きすぎ。フロる弟。待って、お風呂って3歳。何を勝手に。